納豆ご飯食べてます。おはようございます。今日はあのね、弁当あったっけ、弁当あったっけ。今日はあのユニクロ動画、あのサムネの写真がめちゃめちゃ好評で、はぁ嬉しい。だからこちらのピンクメイクをやっていきたいと思います。スタート。ちょっと眉毛がね黒くなってきたから脱色します。えるる、るーちゃん、るーちゃん眩しいから根元にも染まるようにちゃんとしっかりと。はい、これで15分間待っていきたいと思いますけど、でも結構時間ない、やばい。今日はちょっと友達とランチに行くので。てかさ、私最近まつげ美容液始めて、見てわかりますか、このさ、まつげの量とかのね、この見えるかな、わかるかな、このね伸びたいの。はい、洗い流してきて、どう、いい感じになりました。で、なんかね黒髪のこ、あ、今これ氷でちょっと包んで冷やしてます。赤みが出んようにね。で、黒髪でも、でね、黒髪の子でも全然ね、こういう感じで、もうちょっと私より時間を短くして様子見ながらしたら、全然高校生の時でも私抜いとったからね、メイクダメな学校でも。なんか黒髪でも全然違和感ないというか、眉マスするとねやっぱり浮いちゃうし、眉マス学校ダメやから、こういう感じで自然になじませるのがおすすめ。ちょっと撮ったんですけど、ちょっと急ぎ気味でわーってメイクしとったから、ちょっと後日改めて撮り直します。ねえさ、これ見えるかな、私の今の肌の現状です。見えますでしょうか。え、花粉すごくない？なんかさ、友達と会ったやけど、友達もニキビできとって、なんか花粉やばくねっていう話になって、え、すごいよね、肌荒れ。私、めちゃめちゃ、昨日の夜とか本当にひどくて、お風呂上がり、顔真っ赤になったんよ。で、いつも使っとる化粧水なのに、化粧水塗った瞬間、ヒリヒリして、原因はずっと暖房に当たったり、乾燥しとって、それで逆に保湿するとヒリヒリしてきて、で、こうちゃんに相談すると、いっぱい水飲んで保湿たっぷりしなって言われたので、最近さ、薬局で買ったこのヒルロイドの化粧水と乳液とクリームとかオールインワンジェルとか出たんよ。1本1500円から2000円くらいしたんかな。なのでちょっと最初はお試しの500円のやつ買ってみました。でも結構ね保湿してくれて、薬局じゃなくて皮膚科でもらえる薬なんやけど、これをねめちゃめちゃたっぷり塗って、もう朝起きると普通のクリームじゃ、え、塗ったっけっていうレベルで乾くので、これをたっぷり塗って寝たら、まだね、まだニキビあるけど、こんな感じでやっていきます。あ、ね、ラロッシュポゼばっか言っとるから、ちょっとなんかおすすめあったら教えてください。シソンヌの保湿タイプのオレンジか、ポール&ジョーのプライマー N01 番、ちょっと保湿タイプ、保湿タイプのセザンヌのやつにしてみるね。ちょっと顔につけてみます。伸びがすごい、カバー力とかはそんなないけど、めちゃめちゃツルンツルンの保湿された。で、そしたらやっぱり明るさ欲しいから、ザ・フェイスショップのこの紫、なんか全体白くすると首とね、え、顔だけ白いやんってなるから、このね顔の中心だけにのせていきます。ちょっとこれ伸び悪いから、私はいつもクッションファンデのパフで伸ばしております。なんかめっちゃニキビできて、なんかこういうの塗るだけでもなんか、あ、ごめんなさいっていう感じするやん。だから私はいつもそういう時はディオールのカプチュールドリームスキンモイストクッションファンデ、これカバー力ないんやけど、これね美容液が入っとって、ツヤ肌が好きな人はこれおすすめなんですけど、なんか色が入ってないのになんでこんな明るく見えるかって言ったら、ツヤがあったら明るく見えるから、こんな感じでね、カバー力とか全然ないけど、肌が弱ってる時とか、ツヤ肌が好きな方とか薄付きの方はこれちょっと高いけどおすすめです。こちらは最近デビューしたコスメデコルテのフェイスパウダー、これはねもうそんなにドベーっと使うから
気持ちいいパフでポン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 やってます。カバー力はないです、ぶっちゃけ。でもなんかね、粉がすごい細かくて、でその中にめっちゃちょっとだけラメが入っとるんよ。でラメ入っとるから、マット好きじゃないくてツヤツヤのお肌になりたいから、お粉塗ってもこんな感じでツヤツヤになれます。セザンヌのハイライト、私は01番使っております。なんか最近キャンメイクにもさ、ちっちゃいハイライト出たよね。それ気になるな。ハイライトは細くこんな感じで、目頭にもパッと見た時お肌がめっちゃ綺麗に見えません？こんな感じで、ちょっとうっすら、やりすぎは良くないけど、で唇の上こんな感じで、こんな感じで。眉毛は100均のユーアグラム、これマジでおすすめ。私は04番派で、なんかねピンクブラウンなんよ。でこんな感じで、さっきのはこんな感じで、私みたいな平行眉作る方におすすめで、これちょっと細身のよくあるペンシルの形です。これもめっちゃ描きやすいよ。こうやってシワ寄せたり、筋肉なんか左右違って、なんか眉毛がちょっと上がったり下がったりするんやって。眉毛左右対称じゃなくて、もうね本当に今回も左右対称じゃなかったらごめんなさい、ちょっと真剣モードに入ります。ちょっとさ、眉毛描いてる途中なんやけど、カラコン忘れてたのでカラコン入れます。忘れる前にね、メイクの後だとラメとか入るから先に入れてください。このカラコンが私 Twitter でめちゃくちゃおすすめしてた、いつも使ってるカラコン、はい、つけるとこんな感じです。ピンクのやつと薄いやつを混ぜて使っていきます。眉毛脱色するとね、こういう感じでパウダーとも馴染んでくれるから、眉マスカラはしなくて OK です。ノーズシャドウは、まあね、薄いやつ、一番薄いやつ、眉尻のもう真下からここにくぼみあるから、こんな感じで、ここは塗らずにここだけ。ナーズといえばナーズブラッシュ 4013N、 これ覚えてください。こうやってつけて、ちょっとねピンクメイクということで真ん中ら辺に可愛くつけていくわ。はっきりピンクになると田舎っぺになっちゃうから、こんな感じでちょっと薄く塗れるのがめっちゃ可愛い。で、まあ私の大好きなクリオの03番、私クリオの02番もちょっと前に購入したんやけど、03番派悩んでる方がいたら、なんかブラウン系が好きな方はこっちめっちゃ捨て色ないしおすすめなんやけど、オレンジ系とかピンクメイク好きな方はこれめちゃめちゃおすすめ。最近指で塗ったらちょっと塗りすぎちゃうから、このね柔らかい筆でがっつり塗りすぎちゃうと目がね腫れぼったく見えるから、こんな感じで。ミッキーで、これもね100均のユーアグラムのコンシーラー。コンシーラーってさ、なかなか白いコンシーラーないと思うんやけど、ちょっとね白いコンシーラー、こう明るいコンシーラーをこのね涙袋にのせます。こんな感じ。待ってる間にシェーディング、なんかねシェーディングもねめっちゃね違和感があるシェーディング、ちょっとここ黒いよって言われたこと何回もあったんやけど、そういう時はこういう結構なんか、これ効果あるんっていう感じの薄いシェーディング、頬の斜めとヘラからの斜めをうっすら入れてます。なじませる。そしたらこのねちょっと薄めのやつでもう涙袋を作る、元からありましたよっていう、ちょっとね肌なじみしてくれる薄ピンク。でもやっぱり色素薄く見せたいからさっきね上に使ったピンクのやつを一周ぐらいうっすら、目頭と目尻だけこういう感じで濃く入れてあげると、なんかね泣いた子みたいな色素薄い子に見えるから、ちょっとね真ん中じゃなくて目頭と目尻をちょっと濃いめに。でそしたらさっきの何でも OK、 ペンシルで黒目の下真ん中ぐらいを中心にふっくらさせる。こんな感じ。全然違うよね、
全然違う。いつもさこのさラーメン入れるけどさ、なんかやっぱりケバくなっちゃうよね。これ入れてみようかな。え、あり？セザンヌのパールグローハイライター、立体感が出る黒目の下を白く。このねちょっと前に買ったロム&のピンクっぽいラメ、こんな感じでラメラメ下の際にこんな感じで、ちょっとナイターみたいなちょっと折れやすいけど、セザンヌのジェルアイライナー、こっちが薄ピンクでこっちが濃いボルドーカラーみたいなやつ。最近はさ赤いやつにハマってて、これをさちょっとだけ際じゃなくてちょっと下の目頭から黒目の手前まで。そしたらビューラーはマジでシューウエムラ、シューウエムラめっちゃいいよ。いつも500円のやつ使っとったけど、やっぱりビューラーってさそんな頻繁に買えんから1800円でもいいかなと思って買ってみたらめっちゃ上がる。ヒロインメイクのマスカラ、これはお湯で落ちるタイプ。なんかね私ずっとヒロインメイクのお湯で落ちないウォータープルーフをつけとったんやけど、なんかねそんなにプールとか入らない限りお湯で落ちるやつで十分やと思う。そんなにねこれもねすぐ落ちないしめっちゃいい。なんかやっぱりヒロインメイクが一番好き私。わかる？はい、そしたらアイライナーもヒロインメイクちょんとだけで、最近ね私ピンクリップマジで似合わなくて、でこれヘラのリップ結構ピンクでもね、つけるとめっちゃ可愛いです。これも可愛いよ、ほら茶色っぽい。私が塗るとこんな感じで、ティッシュオフするとこれでマスクつけてます。これでマスクつけるとね潤いもあるけどしっかりと取れにくいし、マスクにもそんなにつかないからおすすめ。もう終了しちゃったこんな感じで私の最近褒められたメイクです私褒められたらずっと同じメイクをしちゃって、今は最近はずっとこのメイクをしております。ポイントはポイントはお気に入りポイントは